こんにちは、ウーファーの岸本です。ご機嫌いかがでしょうか。なんかちょっとね、夏らしい天気が続くのかなと思ったら、もうなんかすっかり秋らしくなってきてしまってるんですけど、皆様のお住まいの地域ではいかがでしょうか。今日はですね、ファイナルカットプロかダヴィンチかというタイトルなんですけど、私は実は両方今使ってましてですね、ダヴィンチを本格的に使い出したのはまだ半年ぐらいなんですけども、まあ、それでもいいとこ悪いとこっていうのがいろいろ見えてきたのでですね、ちょっとそのあたりを今日はご紹介したいと思います。2021年の9月なんですけども、今年っていうか去年の暮れでしたっけ、 Mac が M1 っていうのを出しましてですね、いち早く、まあもちろんファイナルカットは M1 に対応してましたし、なんとダヴィンチもその当時から M1 に対応しててですね、今 M1 というその Mac のですね機種がまあ3種類あって、もうすぐまた新しいのが出るようですけども、これで編集していただくと非常に、まあ、4K 編集でもまあサクサク動くということで、まあ、確かにそうなんですよ。それで私はまあファイナルカットをメインに使っていたんですけれども、ですね、この M1 になった時にサードパーティーのですねプライムインがいまいちこう追随がですねできていないところがあってですね、例えばピクセルフィルムスタジオっていうところがあるんですけどね、これはMac のっていうかファイナルカットのプラグインいっぱい出してるんですけど、ここの対応が非常に遅くて、もう半年以上経ってるんですけど、まだ半分ぐらいかな対応が。なので私が持ってるプラグインも6、7種類あるんですけども、まあ、その半分ぐらいしか対応はしてないと。あとはですね、アイソトープっていうですね、主にノイズのキャンセルとかに使ってるプラグインがあるんですけど、まあ、これはソフトウェアとしても使えるわけですけども、これがですね、M1 には対応してないんですよ。ビッグサーには一応正式対応したんですけど、M1 には対応していないので、Mac っていうか、ファイナルカットで使うとどうなるかというと、とりあえず動作はするけど、すぐに落ちちゃうという現象が今のところ起きてます。なので、これも正式対応してないので、ちょっと使えないというところで、ちょっと見直したのがダヴィンチなんですよね。で、ダヴィンチは実は、バージョンの13ぐらいから、まあ、細々と使ってたことは使ってたんですよ。で、どんな使い方をしてたかというと、主に XML の、書き出し、それが読み込みですね。昔、ファイナルカットの7で作ったのを、10に、ファイナルカットの10にですね、読み込もうとすると、そのままでは読み込めないんですよね。で、なぜかダヴィンチに一回、その XML、7の XML を読み込まして、ダヴィンチで転用の XML に書き出すとうまく引き付けるという怪奇現象がありましてですね。怪奇現象というか、これは本当アップルがやるべきなところを、まあ、ダヴィンチがやってくれているという感じなんですけども、まあ、それで、しばらく使ってたんですよ。で、そういう中でですね、ダヴィンチが13あたりからエディットのページがつきましてですね、まあ、編集もできてカラーのグレーディングもできるというソフトになってきたので、これなかなか面白くなってきたなと思ってたんですが、まだ当時はですね、エディットの機能というのはそれほど良くなかったので、まあずっと模様眺めをしてたんですが、まあ16ぐらいになってかなりほぼ互角にですね、使えるようになってきたかなというふうに思ってたんです。それで、去年の暮れですかね、17が出た時に、ぼちぼち使おうかなと思ってたら、まあ、ちょっと仕事でですね、まあ、ダヴィンチを使っている人たちがいて、で、まあ、一緒にそのプロジェクトを共有するためにですね、まあ、ダヴィンチもあった方がいいなということで、この春頃ですね、一応、優勝版を2ライセンス買いました。っていうのが、マシン今たくさん使っているので、1ライセンスはダヴィンチは2台までなんですよね。で、私はデスクトップ2台とノートと使っているので、まあ3台入れたいんですよね、最低でも。そうすると、1台だけ買っていちいちなんかこう認証を変えてるとかいう、もう時間とかね、手間とかいうのがちょっと面倒なので、2台買ってみることにしました。それでたまたま春頃って今でもやってると思うんですけど、まあ優勝版を買ったらもうこれがついてくると。
いうことで、まあ、そこもちょっと魅力的だったんですね。で、これはこれがあったらすごくカット編集便利ですよって言ってる人が、まあ、YouTube 上ではたくさんいたので、まあ、そうかいなと思って買ってみたんですけど、まあ、これのお話はまた後でします。それでまあダヴィンチを使い出して、主にまあそのファイナルカットではちょっとやりにくい部分ですね。例えばマスクを切ってグレーディングするとか、あるいは今アイソトープでちょっとできない、ノイズリダクションの細かい設定をするとかいうところもフェアライトに持っていったりとかですね、まあ、そういうことを同じソフト上の中でできるというのは非常にやっぱりこう精神的な負担ないんですよね。これですね、アイソトープの場合はファイナルカットに入ってきてその中で完結してできてしまうんですけども、例えばモーションを使いたいっていうことがありますよね。ファイナルカットを使ってて、その時に一旦モーションになんか送信してモーションでやったものをまたファイナルカットに持ってきてっていう部分がやっぱりちょっとね、なんかハードルがあるんですよ。こう見えないハードルが。でそれがダヴィンチにはないと。もう同じ画面の中にボタンがあって、それを押したらもうそのフュージョンとかフェアライトのページがパンと開くと。で、同じタイムラインがもうすでに並んでるというところでね、すごくやっぱハードルが低いんですよね。で、それはすごくいいなと思って、まあ、使い出して、で、これでカット編集とかも一応やり出してみたんですよ。で、やり出してみたんですけども、まずこのスピードエディターっていう、このね、ジョグがついているこのキーボードなんですけど、普通のキーボードでやることを考えると一応カスタムの設定がもともとされていて編集に特化した並びにはなってるんですが、こういうタイプです。昔私テープの編集をしてた頃に、まあ、ソニーのエディターとかあるいはこういうものっていうのがプレイヤーとかレコーダー自体にもついてたんですよ。ジョグシャトルというものが。その感覚で思っていたらこれはジョグだけなんですよね。こうくるくる回るだけです。はい、外側持ち側もなく、これは単にダイヤルなんですよね。こうなんかタイヤがついてるみたいな感じなので、ベーカムであったギュインギュインっていう感じのですね、早送りとかそういうものはできないんです。ここでスチールかジョグか、シャトルかっていうのを選んで、それでまあスピードが変わるというものなので、まあ、昔のテープ編集の感覚ができるのかなと思ってた人だと、それ僕なんですけどね、ちょっとがっかりかなということがありました。それとまあ、インテンアウトテンのこのポジションですけど、普通こうですね、テーブルに置いて、こうやって手を置いた時に手前の方のこうね、キーに触れちゃうっていうのは、これちょっと問題があると思うんですよね。で、昔ソニーのエディターとかは確かこのインアウトがですね、手前にあったと思うんですよ。手前にあって、エンターみたいな感じで、インテン、アウトテン、エンターみたいな感じだったと思うんですけども、それがちょっとこの遠いところにあると。で、しかもですよ、このスマートインサートとか、これよく使うんですけど、それが一番上にあるんですよ。一番上だから手を一旦、この置いてたところから持ち上げて押さなければならない。このアクションが、ちょっとそれだったらなんかもう、普通ですね、まあ、キーボードでやるときも、インサートで一番、そのカーソルのあるとこに持っていきたかったら W キーですよね。W キーを押すのだったら手を置いたままですね、W 押せるわけですよ。一番後ろ持っていきたかったら E を押したらそのまま後ろにポンと行ってくれるんですけど、これ手を置いたままだとね、微妙に届かない。ここはね、ちょっと人間工学的にちょっと考えた人のデザインが良くなかったのかなと思いますね。もうちょっとだから普段よく使うキーを下の方に持ってきた方が使いやすいと思いますね。まあ、そこが、これは、まあちょっと失敗だったかなというふうに思います。うん、まあこれで使い慣れたらそれはそれでいけるのかもしれないけど、普通こう編集してたらこういうふうに構えて、ここをだいたいね、テーブルにつけてると思うんですよ。そしたらそこからこう手の届く範囲でなるべくやりたい。なるべくこういうアクションをやりたくないんですよね。はい。これちょっと健康にも関わってくることなので、なるべくそのアクションを少なくと。で、マウスのクリックも少なくしたい。マウスのクリックってこう微妙なんですけども、それを何回もやってることによってもうこの辺とかめっちゃ疲れてくるのは皆さんご存知だと思うんですけども、それもなくしたい。
なので、まあスピードエディター、これもしかしたら使ったら便利かなと思って、昔の感覚でやりたいなとか思っている人にとっては、ちょっと、まあこれのバージョン2とかが出てきてですね、また大幅な変更があった時に、買われてもいいのかなというふうには思います。はい。まあ結構、でもしっかりはできてるんですけどね。うん、僕もまだそんなに半年ですから使い込んでないからだよ君って言われたら、まあ、それはそれまでなんですけども、でも昔のから思うとなんかちょっと物足りん感じはやっぱりしますよね。あと価格のことがありますよね。価格は前にもまあファイナルカットおすすめですよという動画を作った時に価格のことに触れてるんですけども、ファイナルカットは今36,800円、モーションが6,100円、コンプレッサーが6,100円、まあ全部買ったら、48,000円ぐらいですかね。で、それを買ったら、自分の ID で登録している Mac には何台でも入れられるんですよ。だから僕は今、5台ぐらい使ってるんですけど、それに全部入れてるんですね。でまあそうすることによって自由に、使える。だから、例えば A というマシンでずっとレンダリング長い時間かかってても B というマシンで次のを始めて、また C というマシンでまた違う作業もできるというところが非常にまあ魅力的なのと、それからファミリー共有ってご存知ですよね。ファミリー共有もできるんですよ。これ5人までやったかな、本人入れて6人までかな、なんかそういう規定があるんですけども、ファミリーで共有できるので、もしご家族に他に編集をしたいなっていう方がおられたら、ファイナルカットは非常にいいと思うんですね。ファミリー共有、その代わりなんかファミリー共有っていうのをApple の ID でやらないとダメですけどね。はい、まあ、そういうことがあるんですが、まあ、ファイナルカットはそういう意味で言うと非常にリーズナブルだと思っています。っていうのが、バージョンアップごとにお金取らないし、今まで、1回買ったらずっとアップデートは無料 だったんですよ。ずっとそれが続いてます。なので、まあ、非常にリーズナブルに使えるなというふうに思ってます。ただ、ダヴィンチが出てきたことによって、ダヴィンチは無償版っていうのがあるんですね。無償版でも、多分私が思うには、普通の編集されてる方には、7割、8割は、これで全然問題ないよっていう人の方が多いんじゃないかなというふうに思うんです。ただ、細かいですね、いろんな機能を使うには、やっぱり有償版でないとできないことも多いので、まあ、そこは、お仕事でね、されてる方は、有償版の方が、いいと思うんですけども、最近は、このソフトを買ったら、これがついてくるということで、まあ、これ自体の金額が、そのソフトの金額と一緒なので、今はだからこれが無料でついてくるということなんですよね。で、ただ、ダヴィンチは、2台までしか入れないんですよね。1個購入すると、そのシリアルで入れられるのは、2台まで。なので私3台入れたいなと思ってたので、仕方なく2ライセンス買いました。はい、だからこれ今2台あるんですよ。でもこれ2台全然いらない感じです。だから2セット買ったっていうことは、だいたいまあざっくり8万円ぐらい払ってるわけですよ。そう思うとファイナルカットやっぱ安いですよね。うん、ただまあそのサードパーティーのプラグインがついてきてないというところがちょっと今ネックで、まあ併用してるというような感じです。で最近ちょっとですね、撮影と編集の割合としては、編集の方が増えてきているので、ずっと座ってばっかりっていうとね、これほんと健康に良くないんですよね。だからなるべく、まあ1時間やったら、ちょっと5分ぐらい休憩の時は少し部屋の中を歩き回るとかですね、いうことをしてるんですけど、それでも、やっぱり座り続けてしまうんですよ。なので、一時期、ライティング、文字を書く方の仕事の時にはこうスタンディングでですね、できるようにちょっとテーブルを用意してたので、まあ、そっちで編集した方がいいかなと思ってて、思いついたのがですね、マウスとキーボードは今ワイヤレスがありますよね。でそれをそのままワイヤレスで持っていけばいいんですよね。だからモニターさえあれば、スタンディングのところにモニターさえあれば、長い HDMI でつないでおいて HDMI の切り替え機をつければいいということに気づいて今頃気づいたんかよっていう感じですけど、それで、まあ、それをやってみました。でこれがすごく良くてですね、まあ、もちろんこっちでここでは2画面でやってるんですけど、向こうはスタンディングの1画面のモニターが置いてあって、まあ、そこでメインモニターだけを HDMI の切り替え機で切り替えれば、スタンディングのところにワイヤレスのキーボードとワイヤレスのマウスがあるので、同じマシンをそのスタンディングのポジションでできると。
で前ね、なんかハリウッドで編集してる人のね映像を見たことがあるんですけど、アクションもののなんか編集とかは立ってした方がリズム感がいいのでいいよっていう風なことを言ってるエディターの人がいたので、まあそうかなと思ってたら、やっぱりカット編集の時はね、あの同じようなこうなんかこう動きをずっとやりますよね。なのでものすごく集中力が立ってる方が持続するというかね、座ってるとね結構ねいろんなところにこう意識がこう散乱しちゃうんですよ。でも立ってやってるとずっとそれに集中するなんかねこうね気分が凝縮されるような気がして、割とねこう動画編集も立ってやるのがこれからいいんじゃないかなと思って、で健康にもいいんですよ。やっぱ足はもちろんねだるくなってきますけども、それだけまあ脚力を使ってるってことですよね。座ってると ほぼもうなんか太ももから下の筋肉って使わないですけど、立ってやってるとちょっとバランス変えたりとかいろいろ姿勢変えながらやりますので、足にはやっぱ負担かかるわけですよね。そういう意味では逆にいいかなと思っていて、まあこれおすすめなので、ぜひもしあの皆さんのところでそういうスタンディングのまあ適当なテーブルの高さと、それからモニターが余ってたらそこに長い HDMI ケーブルをつないでやってみるのもこれ一つ方法だと思いますので、よかったら真似してみてください。はい、今日の映像幅、今日の動画は、まあ、こんなたわいもない、ちょっと雑談でしたけども、まあためになったかなと思う方はぜひグッドボタン、それから、私はあの記録映像の、撮影編集、まあ監督もやってるんですけども、まあ、そこでいろいろテストしてみたい機材のこととか、そういうものをですね、以前は非公開でやってたんですけど、今はこういう形で、YouTube にアップして皆さんとシェアしていますので、もしこれからも見てもいいよっていう方がいらっしゃいましたらですね、ぜひ、チャンネル登録をしてご覧いただければと思います。はい、なんか梅雨みたいな、なんかね、天気が続いてますけど、本当、もうちょっと秋晴れのね、なんか、日が続けばいいんですけど、あんまり外に出るなよなっていうことなのでしょうかね。まあよくわかりませんけど、はい、皆さんも健康には注意して、次回の動画でまた元気にお会いしたいと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。さようなら。